お願いします。はい、ちょっとねラインついてますけど気をつけて。はい、筒井お願いします。はい、筒井さん、これ2本目？2本目です。 OK、 これ1本終わったらコース整備になります。お願いします。はいよー。もも内線ね。セットアップまでのももの内線。はい。キンキン。このライン追いかけてけ、前の人の。ずっと測れてないんだったら調整しなきゃダメでしょ、測れるように。そのためにおまんがいるんだから、ちゃんと仕事しなきゃダメ、本当に。ナナです。ラスト着きました。ラスト？行くの？いや、もうやめます。ちょっとピーカツ待ちだ。もうこれ濡れるからあれだろう。コース整備してピーカツ通過したら終わりでいいんじゃない？上に物ないでしょ。あ、ピーチの上あります。ピーカツの上を下ろし、さあ組んでみろ。負けんなよ、遠心力負けすんなよ。しっかり角付けして押し返す力、ほら外すな。腰、脇の下幅ね。ほらスキー横にすんなよ。角付けひっくり返して向き変えるなよ。切り替えのところの先端の向きの変わらない動きちょっと見といて。ケンケン、ケツ低いぞ。ケツが低すぎるのはもうローダウンしすぎだ。お願いします。いいよ、手の位置遅れんなよ。スキーの進行方向に胸の運動方向を向けて。はい、5番施設、ちょっと下から出ます。さっきは上からって言ってたじゃないですか。いや、なんかちょっと怖くなってきました。まあ別に上からでもいいですよ。いやいや、下の方がいい。もうね、下からやれば大丈夫。下でね、スキーの向き、海林さんも下からでいいの。はい、下からでいいです。うら、負けてんねえから。はい、ラストにします。